こんにちは。山崎徹です。本日の質問はこちら。30年使いたいなら木製ホロいつものように私の LINE 公式にこんな質問がやってきております。こんにちは。毎日動画を拝見させていただいている60代の主婦です。対面で LDK 一体型のリフォームを検討中です。私にとって 最後のキッチン。そう考えると耐久性が気になります。現在はサンウェーブの放浪を35年経ってもピカピカです。お手入れ性、マグネット収納も気に入って宝にしようと思っていましたが、カジラクシンクが私にはちょっとしっくり感がなく、とうとうのスッキリした このクリスタル天板一目惚れとうとうは木製キャビネットクリスタルカウンターも経年劣化についてネットでの指摘もありどうしたらいいのか悩んでいます20数年だと木製でも良さそう30年だと放浪何かアドバイスあれば教えてください本日の質問私の選択基準は耐久性が 一番このような質問結構多いんですよね。現在のこの質問者の方のキッチン。そう、サンウェーブも実は放浪ありまして、今サンウェーブはリクシルがえ事業会社となっていますが、このサンウェーブも実はリクシル時代も両方合わせて、え、放浪のキャビネットあるんです。このいわゆるセクショナル型ですね。で、当時のサンウェーブの放浪、やっぱり使っていてピカピカと、え、それを え、質問者の方使っているんですが、今度のキッチンどうしようかという方も考えられているということで、オープンキッチンいいですよね。今やっぱり生活スタイル変わってきて、このお部屋の中心に、そしてテレビを見たり会話をしながら、一人感がないですよね。この対面だと。そして、その選んでるキッチンの一つが、宝のレミュー。もう、普及中級高級の一番いいやついられてるんですね。 そしてこれにクォーツ天板を入れられるっていう形で。やっぱりそういって、えー、予算はある程度ある中ですが、お手入れ性がやっぱり気に入っているなという、放浪の良さですよね。さらに、マグネット収納、これも気に入っている。で、やっぱり耐久性。これはもう間違いなく放浪。それからステンレスもやっぱり耐久性ありますよね。で、気になった点といって出てきたお話を、えー、まとめてみましたが、このカジラックシンク、 私の、ま、動画見てる方でも、カジラックシンク好きっていう方と、カジラックシンクちょっと私に合わないかな。この二つやっぱりあるんですよね。で、その、カジラックシンク、スライドまないた、アシスト、ミドルスペース、なんかちょっとごちゃごちゃして、これ使い切れるかなってもう少しちょっとスッキリしたやつがいいな。やっぱり、こう、シンプルなデザインっていうんでなってくると、そういった方結構やっぱり多いのはザ・クラッソ。これに一目惚れされる方とっても多いんです。私も正直 <laughs>、えー、 これを見たときに、うわ、すごいいいな。やっぱ感性に訴えるっていう感じですかね。とってもこう、ときめく。もう本当に、えー、キュンとくるようなキッチンです。特に、このシンクがシンプル。えー、これ、やっぱり気に入っている方多いですね。まあもちろん、このクリスタルカウンターとシンク、この継ぎ目のない状態。ここもやっぱりいいと思います。 そして最近であればこういった柄入りも出てますんでね。光を透過する。まあ実際光の入り方によって朝の表情。それから、まああの昨日も照明の動画やってましたが、ダウンライト、えー、あったりですね。ペンダントライトっていう、まあ、照明計画の中に、例えばオレンジ色の電球色なんかここに入っていると、光がこう綺麗に、えー オレンジ色が光る。そんな名古屋のショールームにもそんな展示ありまして。まあどこのショールームをそういった光の演出してたらいいなと思うんですが、とにかくこの光の透過、クリスタルカウンター、ちょっとガラス細工で一押しです。で、ただですね、木製キャビネットでしょ持ちません、持ちません。もうそんな20年持つかどうかわかんない。そんな方もいらっしゃいますが、実際はですね、 まあ木製キャビネットとしっても今底板ステンレス一番まあ私からするとここはやっぱり放浪とかステンレスの方が強いなと思うのは油周りの底ここはステンレスの方がいいと思いますもしくは放浪だったらこのマジキリメージもいけますよねじゃあキッチン選びのポイント私がいろんな動画アップしてますよねラックエラーであったりラクシーナであったりそれこそもうありとあらゆるキッチン皆さん見ている中で あ、ハウステックってキッチンもあるなとか、いろんな情報入ってきます。その中で、じゃあどれを選ぶのかっていうポイント、まとめてみました。昔から言われるこの3つなんですよ。機能性、お手入れ性、デザイン。そうです。キッチン選びのポイント、まずはやっぱり機能なんですよね。えー、実際にですね、まあ例えば IH にすると火がない、熱くない。そして食洗機を入れると手で洗うことが少なくなる。例えば、 えー、お手入れ性で言うと、レンジフードのお手入れ。それから、タイルからパネルになったらお手入れ性良くなるじゃないですか。そして、えー、シンクのお手入れ性、天板の継ぎ目。もちろん、ホーロー扉のステンレスもそうですよ。木製扉だったとしても、メラミン扉より、例えば、塗装の扉なんかではお手入れ性いいですよね。やっぱり、こう、継ぎ目があるとそこに汚れ入り込んでいきますから、継ぎ目のないものを選ぶっての、ね、はポイントだっていうのは、いつもお伝えしている通りです。そして、 やっぱりデザイン性ってとっても大切じゃないですか。これちょっとあの、男性も見ていたらわかるんですが、私なんかはですね、もともと車でプリウスっていう車を乗ってました。燃費がとっても良かったんです。すごい良かったんです。そして今度買い替えるときに、約今3年ぐらい前に買い替えたときに、今ハイブリッドの車が結構出てて、世の中に。で、燃費ばっかり、燃費ばっかり見るとトヨタのプリウスになるんですけど、最後私が選んだのはデザイン性。いわゆる、 SUV と呼ばれる、まあ、かっこいい、ま、デザインの、まあ、ま、何て言うんですかね、こう、オフロード感みたいな感じなんだけど、街中で走れる車。これの、えー、ベゼルっていう車のお尻のスタイル。まあ、そこまで言っても、後ろのヘッドのところのデザインが好きで、これ最終的にはやっぱり感性で、デザインで決まりました。つまり、機能性、お手入れ性、デザインっていったところはとっても大切なポイントになります。もし男性が見ているのであれば、例えば、燃費性も大切だけれども、 えー、例えば走りの良さなんかも必要。そしてやっぱりデザインも必要。こんな感じなんです。そうなんです。例えば一個だけっていうことではないということなんですね。でもやっぱり耐久性必要でしょもちろんです。じゃあキッチンに求められる耐久性はといった形になります。ですから例えばキッチンに求められる耐久性がえバーナーを炙ったり、 トンカチで叩いたりこの耐久性はいらないが、皆さん、えー、ご理解されてると思います。ただ、それぐらいですよっていう、まあ、パフォーマンスですよね。じゃあ、本来、本来、設計上、えー、考えないといけない耐久性、私の方でちょっと考えてみました。過去の経験ですよ。まずは、扉がめくれてくるっていう、そんなことじゃダメですよね。やっぱり、扉自体はしっかりしている。そして、なるべく継ぎ目がないことによって、ここにもやっぱり、こう、 めくれてくる可能性汚れが入っていくまあ、清掃性とも言うんですかね。この辺はあると思いますが、扉がめくれてこないというのは耐久性としては、まあでも今はもう接着剤とか良くなってるんです、ね、昔のやつがペローンとめくれてるのは当時のやっぱり使ってた表面剤、接着剤の問題はあります。これもだいぶ良くなってるんですよ。そして、二つ目。これとっても大切です。長板とレールの破損。 昔はですね、まあ、メーカミは言いませんが、国内の長板とかレール使っていて、まあ、システムキッチンというよりも、流し台のレール長板まあ、いわゆる、安い家具でも使われてるな。そういった、当時もやっぱり、ヒンジって、一番大切なこの部分、長板。ヒンジなんですけど、この長板っていうのが、やっぱり扉をこう、日本の指で持ったらわかるんですけど、重たいじゃないですか。これをずっと支えている。やっぱり長板に負荷、金属、疲労、来るわけです。ですから、 えー、この辺ってやっぱりとっても大切です。そして、天板が熱が弱かって熱くなって焦げてるとかでね、割れてしまってる、クラックしてる。そんなものもやっぱり昔はありました。で、今は、これですよ。小口対策。 しっかりされてます。いわゆるシート材があって、厚いエッジ材。例えば、リンクレッジと呼ばれるような厚いエッジ材が張っているもの、扉どんどん出てますよ。一番リーズナブルなものは、もしかすると、扉の左右で R にして同じトモ材貼っていくかもしれませんが、これも良くなってます。そして、塗装扉なんかになったらもう二重丸ですよ。もともと扉に色をつけて塗装してるっていうだけじゃないんですよ。それだけじゃなくて、被覆して2回3回塗りをすることによって、表面が 丈夫になりますさらにデザイン性もいいまあ、強めなんてあるわけないですね。ピアノ塗装なんていつまでも綺麗じゃないですか。ああいったことです。そして、長番レールの破損。これはですね、クリナップさんが一番最初に中級クラスで、うわ、先にやったと思ったんですが、いわゆるこのオーストラリアのブルーム社。ブルーム社って覚えてくださいね。このオーストラリアのブルーム社であったり、えー、ドイツのハーフェレ、ヘテヒ。この3つなんですよ。 ブルーム、ハーフェレ、ヘテヒ。もうこの3つしかほとんど使ってません。システムキッチンメーカー。これは、いわゆるこの金物、ドイツのところがやっぱ強いわけですよね。すごく丈夫な、えー、長番レールっていうことになります。オーストリアももうこのドイツのとこほぼ一緒なんです。ですから、地区的に見ていただくと、この、えー、あのヨーロッパの、あの地域、ドイツ、オーストリアのあたりがすごく技術を持っている。昔ながらのいい、えー、コンマの、え、計算も全部。 えー、マリアル的なところもやっぱり全部あるんでしょうね。デザイン的な技術が。そして今はそのオーストラリアのブルム、ヘテヒ、ハーフェで全部システムキッチンメーカーはこれに揃えてます。ですから最高級です。ここ。今は世界品質。 採用してますよってことです。そして、テインターは別の動画でもやってますが、耐熱性アップしてますよね。180度っていうオイルパン試験、次世で比較してます。応変の試験も今はしっかりやってきてます。そして強度もアップしていますということで、もう極端なことはなくなりました。私自身はもう彼れこれ耐熱性の部分見てませんし、強度で割れてるやつも見たことないんです。昔のやつはありました。20年、25年ぐらい前の時って言ったら、それより前のキッチンですよね。 今で言うと、TOTO がシステムキッチン出し、て40年前。今40年前のあのキッチン、やっぱり当時と、えー、今じゃ全然比較にならないぐらい品質がアップしています。交換したくなる。じゃあそれ、リフォームしたくなる。次のリフォームできないのよ。もう、最後だからっていう方多いじゃないですか。じゃあどういった時に交換したくなるか。これはもう一般的にみんなそうですか。生活スタイルの変化。そうなんです。私もそうですし、だいたい他の人もちょっと生活スタイル変わってくると、やっぱり、 対面にしたいとかですね、えー、今、二人になったとか、食洗機いるとか、IH にしたいとか、そういうことが、これの一番です。そして、それ以外には、機器の故障のタイミングで交換したくなるんです。もうこれ、うーん、機器故障したし、ちょっとまだ早いかもしれないけど、将来的なところっったら、ちょっと交換しとくっていう方多いんですよ。で あとは、開きから引き出しに、これ、機能の変化っていうのもありますよね。これは多いわけです。ですから、案外ですね、こういったことの問題がなかった場合には、ズルズルズル言って、でも気がつくともう古いのよって35年ぐらい使ってる方いらっしゃる。ボロボロで。えー、まあ実際にはですね、当時、今から35年前ではなくて、私の言っている3十年もっと前のキッチンですでき。ですから発売されたのはっていうことになるんですが、 じゃあ、まず、一つ一つ見ていきましょう。今、2021年ですよ。2021年から25年ぐらい前のキッチン。どうやって調べたかというと、たまたまなんですけど、TOTO って変わったキッチンやってまして、これ、1981年、40年前ぐらいですかで、今、えー、クラッソっていうか、2021年になってくるんですけれど、この中の1995年、私が学校卒業して、えー、初めて仕事をしたのが、1996年の TOTO のこのシステムキッチン、レガセス。 つまり、木製システムキッチン、1996年、TOTO レガセスないかなーと思ってググってみました。じゃあ、ニューレガセスっていう商品なんですよ。これです。このニューレガセス二十五2 5年前、今どんな形だと思います ボロボロだと思います ?20 年木製キッチン、今のは持たないなとこれ、当時のキッチンです。今のキッチンが25年前になるわけじゃないですからね。今もっと品質いいですからね。1995年から98年まで、約大体キッチンで3年から4年周期なんですけれども、こちら26年前のこのキッチンが今どうなってるのか。実は、この当時のキッチン、三種の神器と言われて、こう、フラットなコンロなんです。これトートーと、とうとうと、ハーマンの えー、まあ、共同開発が、とうとうブランドで売ってますが、ハーマンのコンロ、能率ですね。こちらの方で、実際に販売をして、えー、t o t だけに売っていたんですけど、掘り込んでフラットになってる。このコンロって、絶対 TOTO のある部材を入れないと交換できないから、ググったら検索できるんです。そうすると、まあ、このキッチン3種の神器とうとうフラットコンロということで、2020年にコンロ交換されてる方、いらっしゃいました。写真どうですかこれ。扉。ボロボロですかカウンター。 破損してますかしてないんですよ。もうこの当時になってくるとシステムキッチンもだいぶ品質良くなってきてます。今から25年前のキッチンですよ。もう25年前のキッチン。これ23年前の、えー、キッチンになるそうです。これ。えー、っと、交換がですね。これ23年前。高さがフラットですとか。これもやっぱり塗装扉なんですよ。さっきの黄色いやつも、これも、えー、塗装扉、えー。N 扉って投資、えー、グレードで言ってましたね。 このパールが入ったような。やっぱりこれ塗装。これトータル塗装のまあ工場を持っているので、ね、工場内に塗装ブースがあるんで、これもやっぱり綺麗に被覆されて。私も一回やったことで3回ぐらいに削って削って。丈夫です。これはあのペットシートですね。えー、軽扉って言ったような感じの。いわゆる鏡面だったと思うんです。左右 R にしてトモ材貼ってます。でもこれでも悪くないですね。えー、25年ぐらい前ですよ。これ。25年か23年前かどっちか。これはね、 p 扉だったと思います。これ厚いエッジ材貼ってたと思うんですよ。ですからちょっと真四角の扉になって、まあ、ピンク色の、まあ、これも結構当時人気あった。これもフラットコンロ。これも20、えー、今、コンロ交換で画像あったんですけど、全然古くないですよね。ボロボロになって、今すぐにも変えようってことはないです。つまり、25年ぐらい前の、今からです。今から25年ぐらい前のキッチンは、そんなことないんです。ないんです。全然そんなことないです。 えー、その次、じゃあ20年ぐらい前のキッチン考えましょう。この後、1999年から2004年、スーパーレガス、こんな商品でした。えー、この時、20、私が7歳、8歳ぐらいですか ?27 歳。2020年にこのスーパーレガスのコンロ交換。扉どうですか綺麗ですよね。これ木目の普通の扉だと思いますが、これも、いわゆる20年前のキッチンです。変わったコンロなんで、こうやって検索すると出てくるんですけれども。20年前のコンロ。これ特殊だから、 え、やはり、あの、特殊な部材で交換しないといけないので、そういった形で出てきます。はい。ではですね、全然問題ないなっていう20年前、25年前、今経ってもです。だから、今リフォームするときに、当時の、例えばニューレガセス、スーパーレガセス入れてる人を交換リフォームって、あんまりないです。私はニトリの時に、一回だけニューレガセス交換して。それ、今から考えると、当時で、えっ、ー、と、20、 えー、一、二年だったらまだ綺麗ですけど、そうなの実は綺麗なんですけど、ちょっとスタイル変えたくて今開きから引き出しっつって、結構やっぱり贅沢な、えー、技法もさせていただいて、まだ使えるなと思ってました。ではですね、汚れる場所っていうのを今一度考えてみました。やっぱりコンロのトッププレート。 ですよね。ですから、私はよく IH なんかいいですよっていうのは、やっぱり一番汚れたりするの大変なのはコンロのトップレートです。あと、コンロ周り、壁。壁もきちんと長く伸ばしましょうっていうのは油が弾いてきてる。それから、フードの整流板が汚れてます。フードのファンが汚れてるんじゃなくて、フードの整流板。それから内壁。フードの内壁は汚れてます。 ですから、宝のレンジフードの考え方、全然問題ないですよっていうふうに、私が言ってるのは、コンロ周りで汚れますっていうことです。そして、三つ目、天板、シンク、水栓。そうなんです。 もう、お料理してたら吹きこぼれとかね。そういった形で、天板とか、例えばまな板切って水がちょっととか、えー、醤油ちょっとこぼしちゃったとか、そういった形です。それからシンクもやっぱりね、あの、惨敗でこう汚れていきますね。あと、水、跳ねとか、水栓触ったりすると水栓汚れるから、やっぱタッチレ水栓とか、フットスイッチの水栓で、やっぱりこう触らないのはやっぱり水栓汚れにくいから、まあ根元はちょっと汚れちゃうかもしれないけど、水栓本体が結構汚れてますよね。あまり汚れてないところ。 え、扉です。私、この撮影する前に扉をちょっとチェックしました。扉って毎日拭いてます見てください。扉。油跳ねついてゆ、跳ね返りでつくぐらい。シンクに水跳ねが跳ね返りですね。ダイレクトに汚れている、まあ、トッププレート、天板、それから壁とは全然違いますよね。ということで、毎日扉拭く人いないんですよ。そうです。普段汚れてません。そして、 さらに、キャビネットない。汚れてますか開けてみてください。木製キッチン。汚れてないですよね。それはそうなんです。まあ、ただ、さっき冒頭にお話したように、コンロキャビネットの鍋を出し入れする底の部分は汚れてる。私はニトリの木製キャビネットにシート引いてますから、シートどけたら綺麗です。ただやっぱり、ステンレスなんかやったら、やっぱり物の出し入れでね、その辺綺麗に保てる。見た目もいいかなと思いますね。あと、 側板、背板、底板じゃ引き出しキャビネット抜いてみてください。扉開けて全部中出して向こうの背板見てください。横のキャビネット見てください。地区20年、20 30年、キャビネット、えー、割れてきたり。 壊れてますか絶対壊れてません。ましてやさっきのレガセス、スーパーレガセス見たと思うんですけど、扉あんだけ綺麗なんですよ。まあもちろん写真用にちょっと綺麗に拭いたからだと思いますが。だ内部なんて外に出てない。外に出てるものの方が汚れますよね。引き出しの方が汚れますよね。どちらかと出し入れ。その周りの構造汚れてませんし、そもそも崩れていません。はい。えー、本日の質問、ここまで来ると、もう一度考えましょうということなんです。 私の選択基準、耐久性が一番でいいですかというお話になります。で、ちょっと車のお話も落としましてね、私毎日、まあ、あの、車乗ってます。で、毎日車、仕事の関係で乗ってですね、テンション高くなるんですよ。こう、あの車のデザインを見たら。嬉しくなるんですよ。扉の走る、このレーシング、えー、さえー、RS タイプ。ちょっとこう、走りがいいんですけどね。あとちょっとこう、感じがいい。あと空間もいい。これがもし、 例えばですけど、私はトヨタのプリウスを選んでたら燃費はいいかもしれない。でも同じハイブリッドなんで、うん、やっぱりこっちの方がより燃費がいいかなってばっかり考えてたら、毎日毎日乗る楽しさってないじゃないですか。ということで、自分の選択基準って何なんだろうっていうふうなこと、ここを今一度考えてみてください。本日のではまとめいきましょう。一つ目。 25年前のキッチンはピッカピカ。まだ綺麗です。さっき見ましたよね。ですから、ちょっと検索したらわかるんじゃないかなと思います。それから、えー、どれが25年前のキッチンかわかんないですよね。そうすると、スーパーレガセスとかニューレガセス、えー、コンロ交換とかやるとだいたい見えれると思います。25年前とか20年前のキッチンになります。二つ目、年々と品質も進化してます。 当時のニューレガセスとかスーパーレガセス20年前、25年前、今から見ればのキッチンより今の方がいいんですよ。そゃそうですよね。ということで年々品質も進化はしているのでさらに安心だと。品質が落ちてることはありません。三つ目。 汚れる場所、汚れにくい場所、ありますよね。一番汚れるのを気にするんであれば、やっぱりコンロ周りっていうことになりますし、汚れにくいのはキャビネットの構造。だから、ホーローキャビネットじゃないといけない、ステネスキャビネットじゃないと湿気がっていう質問もあるんですがその湿気。えー、よくそのネットなんか見ていると、たった1年なのに木製キャビネットが湿気でカビだらけつって基地メーカーに言ってる人もいるんですが、これはちょっと間違いで、キャビネット自体が いわゆる、カビたりするのは、その、家の問題です。ですから、リフォームをして、湿気対策をする。これが問題ですよね。湿気というのは、その原因があって。あの、ゴキブリが入ってくるのを、キッチンのパッキのせいにされた方がいらっしゃって、いえいえ、ゴキブリがそもそも入ってこないような形で、バルサンたく、えー、餌をまいて、えー、巣を殺す、そんなことが先にあれば、 そもそものキッチンのパッキンだけで防ぐのはゴキブリは難しいです。というので根本原因が違う。つまりこの辺も品質っていう面で言うと耐久性っていう面で行くとキャビネットそのものにあまり関わるよりやっぱりこう日々のお手入れに気をつけた方が毎日が豊かになるんじゃないかなと思います。そして四つ目、ここ大切なんですよ。今ってもう皆さんテレビ見なくなってですね いわゆる YouTube。テレビ見るんだけど YouTube つけてる方とっても多いじゃないですか。この動画を見てるあなたもそうですよね。そうするとですね、まあネットの検索もそうなんですけど、ネガティブな情報に引き付けられませんかどうしても引き付けられますよね。そして私もやっぱり気になります。ただ実際ネガティブとポジティブで行くとですね、やっぱり日々日々自分をご機嫌さんにするためには、日々日々楽しい気持ちになるって、これとっても大切なことですね。そういう面で言うと、日々日々自分がこれから キッチンに立つときに、どっちがテンションが上がり、どっちが毎日嬉しくなり、結局はですね、人間多くのことっていうのは、よく言われるのがですね、今を見ずして過去のネガティブを見たり、 過去を後悔したり、今を見ずして未来を心配したり、未来を恐れたり、そうすると結局今を見てなくてですね、結局本質が見えないということになりがちです。大切なのは今しかないです。今、今しかないです。過去はない。過ぎ去ったから過去です。つまり、日々、日々毎日を楽しくする。そんな工夫。 自分をぜひご機嫌さんにするキッチンはどっちからっていうふうに見てもらえればいいんじゃないでしょうか。今のキッチン、どのキッチンメーカーもいいですよ。耐久性、どのキッチンメーカーもいいですから安心してくださいね。ただまあ、50年も出すんだったら宝がおすすめです。50年今から50年でも、えー、宝はやっぱりいいと思うんですけれど、じゃあ50年間ずっと同じキッチンかっていうこと、あなたはそうじゃないんであれば他の選択肢全然ありますよ。そこは私が太鼓判を。 おっしゃいますはい、最後、直感、しっくり感が大切です。やっぱりですね、私も、えー、私の話をする方がいいと思うので、私がしっくり感来たのは、やっぱり車で言うと、そのベゼル、RS タイプだったわけですよ。見た瞬間、ドキあ、いいな。それがやっぱり、日々日々のテンション上がってます。つまり、もし、あなた自身が今日の質問者の方で言うと、TOTO のシステムキッチン、クリスタルがいいんだったら、それで OK。 あなたにとって楽しいな、えー、このシンクがいいなっていうことになれば、そのシンクで OK。あなたにとって、えー、トクラスの、この人造大好き、トクラスのこのテノールカウンターがいいと思えば、それも OK です。ということで、 一番大切なのは、人間ってやっぱりこう、合う合わないってしっくりくるんですよ。ある意味潜在的なもの、潜在的なものってのは潜在の方が大きいって言われてますよね。で、自分の潜在的なものっていうのは言葉では教えてくれませんが、潜在的なものは自分がなんか心にふっと思うこと。例えば、この動画を見ていて、あ、この動画役に立つそう。この人いいかもしれない。この人の情報と思う。このしっくり感ですよ。ですから、しっくり感が無るものを大切にして、しっくり感が来ないものについては避けていく。これっていうのは、ある意味の 人間の持っている本能ではないでしょうかぜひあなたの本能を信じてあげてください。はい。本日も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。本日はあなたのキッチン選択基準はそう。あなたの心が知っている基準。そう。しっくり感でした。次の動画でお会いしましょう。